うさみちゃん、東雲先輩いた？見つけたんだけど。学校のあたりで見失っちまって、今関ヶ原ってやつが探してる。誰？俺ら以外にもここにいたんだ。それより帰れそうだよ。1985年に？本当？美和子を迎えに来たの。準備はいい？美和子。うん。離れないで美和子。よし、じゃあ学校へ出発よ。今からここを降りるんだぜ。これって言ってたロボット？おかしい。他のドロイドもここに倒れてたはず。そういえばそうだな。リョウコさん、やはり思い出せないか。記憶が曖昧なのを利用されているんだ。黙れ、そいつを。426を黙らせろ。先に降りる気か。東雲先輩がドロイドに命令を？ドロイドを配置したやつに操られてる。追いかけよう。ゲートを封じられるとまずい。どうしたの？あの人銃とか持ってるよ。大丈夫な人なの？今は頼るほかないかな。どうだ？グリーンを動かして誰から降りた形跡がある。涼子さんが先に行った。クレーンを確保してくれ。涼子さんにロックさせるな。この穴どうやって降りるの？どのくらい深いの？300メートルだ。あの4本足はクレーンを装備している。クレーン、やっぱ重機なのね。大型クレーンをエレベーター代わりにして下まで降りるんだ。行くぞ。待ってよ。涼子さん、待つんだ。なんだよこりゃ。Aくん、俺がわかるのか？私、なぜここに？ Aくんがどうして？少し記憶が戻ったな。薬は持っているか？持ってない。もう空っぽよ。大丈夫か？ともかく1985年へ移ろう。三浦、頼む。セクター4に薬がある。先輩は？ああ、驚かせたが今は大丈夫だ。彼女の病気って何なの？騎兵での戦闘中事件があった。俺たちに記憶障害が起きたのはそれからだ。そこにつけ込まれて利用されてる。涼子さんは俺より症状が深刻だ。1985年に移動できそうだ。準備する。少し待ってくれ。見ろよ、
死んでた怪獣と同じような機械が周りにびっしりだ。まるで怪獣の親玉の腹ん中みてえだ。もうダメ。大丈夫？美和子、私高いとこダメだわ。花があんなに深いなんて、死ぬかと思った。映画のセットみてえだな。うさみちゃん、来た道真っ暗。もうあんなとこ通りたくないよ。大丈夫、すぐ帰れるよ。この機械って森村も使ってるの？こうやって俺たちが操作できるのは彼女が機能を追加したからだ。この機械、こうやって彼女が、なんだろうこれ。どうした？応答願います。こちらは16番機。行方不明だった16番機兵か。無事なのか？やっと繋がった。いたらぎ、その場所と対象は？きさらぎって現在地は不明。私も機兵もどういう状態にあるのかわからない。あっ、消えた。16番機兵は例の事件で行方不明の機体だ。君は何をしたんだ？ちょっと触っただけよ。今のテレビの声、おめえの声に似てねえか？そうかな。あんたは相手のこと、キサラギって言ったわよね？キサラギは、16番機の制御システムだ。なんで私の名前なの？彼女は、キリちゃん。いや、キリとは違う。わかったぞ。キサラギトミの生体 ID だ。 ID と認証で通信がつながった。もう一度やってみてくれ。キサラギ応答せろ。いるなら答えてくれ。私のいる場所のシステムに接続できた。それで分かったわ。何がだ？私は世界の外にいる。どういう意味だ？ここはどの時代でもない。いけない。全てのセクターからアクセスが拒絶されてる。ユニバーサルコントロールだわ。私を排除しようとしている。このままじゃ。すぐに閉じちゃうわ。ユニバーサルなんとかって何なの？ユニバーサルコントロールはゲートのあるここのことだ。この地下の中枢が世界を監視している。彼女は知られたくない場所にいるようだ。そうだな。こっちからも。止まれ。命令が効かない。弾が切れた。
援するぞ。集まれ。やってくれ。この神社知ってる。が本当？美和子、帰れるよ。美和子？美和子がいないわ。なんだと？ピカッと光る前にはおめえといたろう。じゃないわ。彼女が私たちと違うからよ。町の人たちは全員管理されてる。あの地下のコンピューターに。そうでしょ、 A 君。この世界に影響が出ないように、真実を知られないように、ユニバーサルコントロールは密かに人々を管理しているんだ。いろいろ知った彼女を世界に不都合と判断したんだろう。